カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな人の可能性のマテリアルを集めて、新しいことにチャレンジしていく、マテリアルムービーズカフェマテリアル谷町の、可能性を発掘するために、毎週収録している番組です。はい、はい、ということなんですが、はい、はい、今日は2月20日ですね。20日ですね。はい、まあ、2月もね、なんだかんだ言いながらもう後半入ってるんですけど、そうですね、はい、私なんとか1ヶ月ランニングが続いておりまして、はい、いつから始めました？11日ですね。1月11日が走り始めでした。そうですね、はい、でその次の週、まあ、1週間空いて18日にもう一回走って、はい、でその後結局ね、25日来れなかったんで、はい、25日も走ってるんですよね、もう僕、はいはいはい、来れてないけど別のところで走ってる、はいはいはい、でその前にもう一回走ってるから、だからなんだかんだ言いながらちょっとずつね走るペースを上げてきてまして、はい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 、はい、最初の頃はですね1キロもいかんうちからもう本当に肺が潰れそうになって、あ、そうですね、何でしょう、うん、NHK の横のところの坂のところを、はい、ちょっと坂になる、そう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 、はいはい、あそこ上がっていく時にもう、もう無理っていうぐらいもう肺が潰れそうになった感じで走ってたんですけど、はいはいはい、それがですね、はい、この間走ったら、はい、もうね、3キロ、僕大体3キロなんですよね、いつも自分の家の近所を3キロ走ってるんですけど、はい、3キロを、止まらず、途中で水買いに止まったぐらい、あ、はいはいはい、それぐらい、それぐらい、それ以外は基本的に、はい、最後まで止まらずに、はい、走れたので、はい、今まではだって本当にすねの筋肉がつったりとか、あ、もう痛みはだいぶなくなりました。もう全然ないですね、はい、実は昨日も走ったんですけど、はい、昨日も走ったけど全然筋肉痛とか今もないんで、はい、なかなかいい感じになってきてるなと思ってるんですけど、はい、最近はね、ラッシュじゃない時に走る時は、うんうん、あゆみさんと大体走る時は10キロ、はいはい、から15キロ、ちょっとハイペースで走ってます。おー、マジですか。15キロはね、やっぱりさすがにね、きついですね、うん、あー、なるほど。13キロぐらい超えたらちょっと足だるくなってくるんですけど、もうだいぶ慣れてきましたね。だいたい6分半ぐらいらしいんですよ。6分半、今んとこね、うん、はい、だいぶ慣れてきた感じですね、うん、10キロが、はい、10キロ6分半で走るの？6分半で走りますね。1キロですよ、1キロのペースが。あー、びっくりした、びっくりした、俺今ドキドキした。俺ダッシュですよ。いやいや、6分半で10キロ走ったんかなと思って。違うね、1キロ6分半のペースね。ああ、なるほどなるほど。まあ6分半もまあまあ早い。いや、早いですよ、1キロ6分半早いですよ。昔だって覚えてないですか、運動会の時に 1500m 走とかあるじゃないですか、はい、1500m 走で大体8分とか9分とかぐらいがみんな早いとか遅いとかでしょ。そうですね、だから6分半1キロっていうことはその場合、うん、あ、9分ぐらいや、ほんだら、はいはい、9分10分弱ぐらいですよね、はい、まあまあ速いペースですよね。そうですね、すごい、それぐらいがいいのかな。これ大体ね、 1500m、大体12分ぐらいで走ってるんですよ、はい、もう俺ね、長距離嫌いで、めっちゃ嫌いやったんで長距離ね、あんまり好きな人あんまいないかなと思うんですよね。大嫌いでしたね、高校生ぐらいまでは。でもね、はいはいはい、高校生の時にやっぱり柔道を始めて、あやっぱ強くなるためにやっぱ下半身鍛えないと無理だし、はい、やっぱ走るのがね、いやー、肺活量やっぱり上げるためにはどうしても走んないとっていうのがあったんで、まあ、それからだいぶ走るのは嫌いじゃなくなって、で大学の時にスイッチ入ったんでしょうね、はいはい、毎日走ってましたね。うん、なのにもかかわらずもう社会人になってからランニングとかも全然やったかったんですからね。もう僕もです、僕もまあ陸上部やったんで。ああ、陸上部やったんですか。そうです、そうです。あ、何や、そりゃ早いわ、うん、まあ中距離、短距離やったんで。あ、短距離、うん、400やってたんで。はいはいはい、でも400でも、うん、でもまあ400のダッシュみたいな、はいはいはい、本当に5本ぐらい1セットで、それを3セットぐらいやるみたいな、はい、アホみたいなトレーニングしてましたけどねもうほんまにすごかったです、高校の時の。いや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 、なんか高校ぐらいの時のクラブ活動ってね、はい、もうなんかアホみたいなことやるんでしょ。ありえない、ありえないんですよこのメニュー見せて、そうこれをやるんですかみたいな。そうそうまあでもね、走って本当にね、はい、慣れてきたらすごいいいと思いますよ。いや、そうですよね、うん、一気に痩せてくれちゃいます、はい、うん、なんかね、まだその具体的にパッと見てっていうのは難しいかもしれないですけど、はい、自分自身はすごいね、
軽くなってきて、あの軽くなったし、うん、あの締まってきてるのは感じるんですよ、はいはい、まあ、そんな感じで、はい、頑張っておりますという感じですね、はい、はい、また皆さんラッシュの方にも、そうですね、来ていただければ一緒に、ね、走れたら楽しいですよ ね、 そうですね、はい、今はね、あの緊急事態宣言中なんで、そうですね、はい、ちょい飲み会ないですけど、そうですね、走った後にちょい飲みしてるんで、あの、はい、ラッシュだけ来られても痩せません、うん、走った後に飲むんで、うん、あんまり痩せへんのね、痩せない、 あかんやん、あかんやん、だいたいビール2本ぐらい飲んで、はい、という感じでございますので、はい、また、宣言が明けたらね、そうですね、楽しく、走って飲んでっていう感じで、はい、楽しみたいと思います、はい、はい、それでですね、はい、肺が潰れるといえばなんですけど、はいはい、肺が潰れるぐらい怖い思いしたことあります。いやもうなんかってもう、ね、息吸って、もうこれ以上座れへんのにっていう。マイナス40度の世界みたいな。うわ、それ何それ、そんなとこ行ったの？そういうアトラクションというか。ああ、アトラクション、ね。マイナス20度かな。マイナス20度。マイナス40度の世界みたいなのあったんですよ。うんうんうん。アドベンチャーワールドに行った時にあったんですよ。はい、入った時に、うん、やばいと思います。もう。僕はですよ、はいはい、他の一緒に行った人は普通に歩いてたんですけど、はい、もうやばいと思ったんで、お、何がやばかったの？もう死ぬと思います、もうやばいと思います、寒くて、それ寒くて、ああ、そっちか、ダッシュで出ましたもん、もう一人でもう何も言わんと、そうなん、あれ、これやばいと思って、うん、もう息できひんような感じになったんで、うん、ダッシュで出ましたもん、ダッシュで出れたからいいですよねダッシュで出れたからいいんですけど、今から来ていただく方の話はですねダッシュで出れないとの話なんですよね、閉じ込められるんですか、いやまあまあその辺はちょっとね、来ていただいてからお話聞いた方がいいかなと思うんですけど、はい、ということで本日の挑戦者をですね、はい、お呼びしたいと思います、はい、はい、ヨーロジャパンの坂本さん、はい、どうぞお願いします、こちらにどうぞ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、はい、大丈夫ですか、緊張してませんか、あ、だいぶしてます、ね、だいぶしてます、してるよね、してるよね、なかなかないもんね、なかなかないですね、あのカメラの前で喋るだけでも結構あれやけどまあ、あのなんか説明せえ言われるのもね、なかなか緊張すると思うんですが、はい、そういう緊張の冷や汗のじゃなくて、怖いやつの方の話をね、しに来ていただいたということなんですけど、はい、はい、本日は何のお話を、今日はですね、はい、あの新しくオープンするお化け屋敷のお話を、はいはい、お化け屋敷、はい、はい、なんかちょっとだいぶまだ早いですね、季節的にはねまだだいぶ季節的には早いんですけど、まあ、そうなんですけどね、はい、まあまあでもなんかすごいって話なんですけど、ね、はい、まあ、その辺のお話はちょっと始まってからね、始まってからですね、喋らないと10分長いですからね、そうですね、はい、では、判定員の方よろしくお願いします、はい、お願いします、さあ、ね、どんな感じのお話になるんでしょうか、楽しみにしていきたいと思うんですが、はい、準備よろしいでしょうか、はい、はい、はい、それでは参ります、このプレゼンありかなしかスタート、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、自己紹介からです、はい、どうぞ、はい、私あの株式会社ヨロジャパンの坂本と申します、はい、はい、そうですよ、お化け屋敷、お化け屋敷って言って今日来たんですけど、そうですよね、でもヨーロジャパンって別にお化け屋敷の会社ちゃいますよね、そうなんです、あの、はい、ヨーロジャパンっていう会社はですね、はい、実はあの国内在住の外国人17万人が登録するプラットフォームを運営している会社でして、はい、はい、プラットフォーム、はい、どういうプラットフォームですか、というとですね、例えば求人とか、はい、あとはあの物件とか、物件、はいはい、賃貸のマンションですね、を、まあ、あの紹介させていただいたり、そうですよね、だって外国人の方って日本のこと全然わかんないから、そうなんです、住宅事情とかも分かれへんし、はい、どうやって借りたらいいとかね、そうなんです、そうだし、あと、まあ、その就労って結構ほら、それ目的で来てる来てないとかいろんな問題があるから、外国人の方が働くだけでも結構大変ですよ、結構大変なんです、うん、でそんな中でですね、まあ、あのやはり日本の、まあ、働く人っていうのはどんどんあの年々減っていってる中で、うんうん、まあ、将来的に絶対外国人の力って必要だよねっていうところで、うん、はい、まあ、あの外国人 の、 あの働きたい方と日本 の、まあ、あの人手が足りない企業とマッチングするというお仕事をずっとしております、はい、はい、いや、もうだってこれってあの日本の国家戦略でね言われてることですからね、はい、すごく大事な事業だと思うんですけど、あ
ありがとうございます。で、その企業がなんでまた。そうですよ、そんな中でですね。え、もう入って大丈夫、大丈夫。いや、まだちょっと、まだまだちょっと。こっからお化け屋敷ってすごいなんかね、あの会社立て直したんかって。いや、でもその前にあれでしょ、そのこの、お化け屋敷やる場所がね、そうなんですよ。その実はっていう話があります、ね。実はそうなんです。はい、で、まあ、その外国人と企業さんマッチングする仕事をしていながら、はい、うんうん、まあ、あの去年、去年じゃない、2年前ですね、はい、2019年の9月にですね、はい、大阪府の新間宮というところのエリアにですね、はい、1500平米の、はい、あの外国人就労慰問の施設というところをですね、はい、まあ、運営させていただくことになりまして、うんうんうん、まあ、この施設どういった施設かといいますと、まあ、レストランとホテルと、イベントスペースが、はい、あの合併しているくらいな施設なんですけども、これがですね、実は私この施設をだから実は利用させていただいたことがあるんですよね。はい、まあまあ私がというか、まあ私が関わっている団体がなんですけど、はい、で本当にね、すごい広くて、あの天井めちゃめちゃ高いんですよね。そうですね。で、あのそのイベントスペースもそうだし、レストランスペースとかもね、すんごく天井が高くて、だから空調とかすごいしっかりしてるんで、まずあの密とかほとんどありえないぐらいの広さですよね。そうですね。はい、で、あのだから、空気の循環とかもしっかりしてるんで、あの防疫対策というか、うん、ね、そういうところもしっかりしてるなっていうふうに見ながら思ってた場所ではあったんですけど、でしかもあのすっごいこういろんなの、アーティストの方がこの壁にね、はいはい、あのキャラクター描いたりとか、そうです、ね、いろいろと本当にね、すごいおしゃれなホテルなんですよ。はい、はい、そうなんです。まあ、100人のアーティストがいろんなところにアートを描いていただいて、おしゃれな巨大な施設になるんですけども、ね、まあ、そのヨロベースという施設がですね、はい、はい、あのこのコロナ禍になって、はい、まあ、あのホテルの休業させていただくことになる。そもそもあれですもんね、あれはあの日本人向けのホテルじゃないですもんね。そうなんです、もともとインバウンドの、そうですよね、はい、だからあの関西特に大阪 でしかも新今宮って結構あのインバウンドの方が利用されるホテルとかがね、はい、多くてものすごい安い宿がいっぱいあるんですよ、はい、だからバックパッカーの人とか結構新今宮利用されてるんですけど、まあ、ある意味その辺も含めてあの来ていただこうという感じでね、はい、あの建てられたホテルだろうなと思うんですけどおっしゃる通りです。もうだってもうホテルの中もう完璧にあれですもんね、外国のホテルみたいですもんね。そうなんですよ。だからあのどっちかというと日本人向けのホテルではないんですよね。そうです。共有のバスルームがあって、そう、まあ、ドミトリーの部屋とかもあって、はい、どちらかというとバックパッカーであったり、まあ、あのその外国人がフラッとリュック一つで入っていただけるような、うんうんうん、まあ、ホステルに近いホテルですね、うん。だからコロナでね、そうです、インバウンドがゼロになり、もう完全に空港がシャットアウトされてる状態なの で、ね、全くその運営ができないという状態ですもんね。そうですね。で、まあ、おかげさまでちょっと休業をさせていただくことになってしまいまして、はいはいはい、でもイベントスペースとしては使ってらっしゃっ て、 いただいてますですよね。だから、はい、実はあのアイドルイベントとかね、いろいろね、はい、あのイベントスペースでされたりしてるし、はい、まあ我々とか僕が関わってるワープロジェクトたち の、はい、その書家の方がね、練成会って言って、その大きい紙にあの大きい筆で書くのとか練習がいるんですよ。でそれの練習スペースとしてちょっと使わせていただいたりね、はい、させていただいたことがあったんですよ、去年の夏ですけど、ね、はい、ありがとうございます。いえいえ、と思います。はい、でそれがっていう感じですよね。そうですね、はい、その中でイベントスペースはですね、はい、日頃、まあ、あの、うん、活動してあの、うん、動いている状態だったんですけど、はいはいはい、ホテルの方が休業になりまして全く動いてない状態で、うんうん、さあじゃあこのホテルをどのように活用して、うんうん、何か面白いことをしようかというところで、あの今回、はい、お化け屋敷、はい、をあの開催させていただくことになりました。なるほど、はい、はいはい、まあ、あんだけ広いですからね。そうですね、はい、で、まあ、あの元々ですね、うん、あの新今宮のエリアって年間100万人以上が訪れる観光エリアなんですけど、はいはい、まあ、食ですね、主にすごい充実しているエリアなんですけど、うん、エンターテインメントが一つもないエリアになるんです。まあそうなんですよね、はいはい、そうなんです、はい、あのビルの中を走るこのあのジェットコースターとかあったんですね、はいはいはい、でまあ、その中で、まあ、そんだけ人が来るところエンターテインメントがないというのは寂しいというところで、まあ、このヨロベースを活用して、はい、新しいエンターテインメントを開催しようじゃないかというところで、うん、この活躍が
はい、はい、開催が決まりまして、それがこれですね、はい、それがですね、はいはい、ドライブインお化け屋敷というもので、はいはい、まあ、結構ご存知な方も多いんですよ、はい、もともとあの東京の方ですでにも行っているコンテンツでございまして、うん、はいはい、まあ、すごいあの SNS 中心に話題が広がっているお化け屋敷になるんですけども、どういったお化け屋敷と言いますと、説明するかと言いますと、まあ、お化け屋敷で聞くと、そのお化け屋敷の子みんな歩いて、あのお化けがわーって出てきてわーって驚いたりっていうお化け屋敷を想像すると思うんですけど、うん、コロナ禍でそれはできないと、うん、はい、でですね、はい、このコロナ禍で生まれたお化け屋敷がこの車に乗り込んで、車の外からお化けたちがわーっと車を叩きながら脅かしてくるという、うん、はい、あのすごい新しいコロナ禍で生まれたもう飛沫感染防止、うん、しているお化け屋敷になるんですけど、なるほど、確かにそうですよ、車の中におったらね、はい、あの中の人が飛ばさん限りは外からは飛んでけへん、はい、来ないです、はいはい、なるほど、でですね、まあ、車の中で、まあ、音響が流れて、うん、音に合わせてですね、はい、外のお化けが、まあ、わーっと脅かしてきて、はい、まあ、わーっと怖い経験をして、今やっぱりコロナ禍でなかなか家族であったり、はいはい、恋人であったりとそういう、まあ、エンターテインメントに、まあ、あの行けない中、うん、そういったところであのすごい怖い思いしてトラウマになるぐらい怖い思いして、いい思い出にしてもらおうと。トラウマええの？トラウマええの？二度と来たくないって思ってもらえるぐらいやりたいんです。おお、そうなんや。面白かった、もう一回来ようみたいなのは、うんうん、ちょっとあのお化け屋敷するにあたって、うん、あんまりいいことじゃないので。そうなんですか。もう二度と行きたくない。マジですか。もう二度と行きたくないぐらい怖い思いを。二度と行きたくない。あの、はい、やばい、この二度と行きたくない嫌な経験、うん、俺の友達にもしたろうって、うん、人が連れてきてくれるぐらいの。なるほど、なるほど、なるほど。はい、お化け屋敷になってるので。あ、なるほど、はい。いや、これだってあれですもんね。あの、これね、書いてあるやつ読ませてもらうと、ドライブインお化け屋敷 in ヨーロベース。凄惨な事件があったとされる古びたガレージで起こる様々な怪奇現象にあなたは耐えられるかって書いてあるんですよね。耐えられそうですか？ですね、僕は耐えれなかったんで。耐えられなかったんかい？耐えれなかったんで。マジっすか？はい、はい、ちょっと無理でしたね。やっぱりね、怖いです。あの車に、はい、まあ、閉じ込められてるって言ったらちょっと語弊があるんですけど、はいはいはい、もう、あのね、はい、余興の段階で、はいはい、決して外には出ないでくださいっていう、まあ、余興が流れるんですけど、はいはいはい、本当に一回入ると出れないです。なるほど。なんかどこかのお化け屋敷とかだと途中でリタイアとかで外出れるとかあるんですけども、これはもう1回入ると終わるまで絶対リタイアさせてくれへんやじゃあ大阪部さんあかんやほんだらそうなんや、いや寒くなければ走って出れないんでなのでまあ出れないっていうところで、なるほど、はい、そういうまああの緊張感、30秒前、はいはいはい、すごい怖いものになっておりまして、はいはい、じゃあそれが3月1日に、3月1日変えてるんですけど3月12日です。あ、そうかそうか、せやせやせや、あの緊急事態宣言がね、緊急事態宣言で、はい、まあ、ちょっと開催も遅らせていただくことになりまして、はい、まあ、あの来月3月12日金曜日からですね、はい、あのオープンさせていただきます。チケットはですね、ドライブインお化け屋敷と調べていただければネットですぐ出てきますので、はい、あのオンラインチケットを購入いただいて、あのぜひぜひ遊びに来てください。はい、ということで終わりました。ありがとうございました。はい、ぴったりでしたね。ぴったりでしたね。タイムキーパーさすがですね。はい、ね、いやいやいや、ちょっと楽しみですね、本当にね。はい、そして、ここでさーって消えたらこう怪奇現象が面白い。どうなんでしょうか。坂本さんは、残れるんでしょうか。さあ、そのドキドキをちょっと味わっていただきましょうか。はい、それでは本日の、このプレゼン、ありかなしか判定です。どうも。基本的にみんな優しいんです。みんな優しいです。未だかつて誰も丸が出た、じゃ罰が出たことがないというね。はい、感じで。いや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 、でもこれ怖そうですね。いや怖いですよ。ねえ。本当に怖いですよ。トラウマになります。いや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 、あのだってね、もうほんまね。兵所恐怖症の人とか絶対無理やもんね。絶対無理です、ね、無理ですね。まあまあまあ無理ですね。ねえ、だから、はい、あの、その軽自動車ですよね、はい、自動車の中入ってこうもう座ってもうどんどん叩かれたりとかするから結構怖いと思いますよ、これ。あの何だっけ、あのそう、東京でやってるやつをなんかあのニュースで紹介したりとかしてたのは見たんですけどね、はい、やっぱ相当怖いみたいです。出てきた人はみんなもう足フラフラでしたね。はい、ぜひ皆さん、あのトラウマを
背負いに来ていただければと思いますので、はい、3月の12日ですね、オープンですので、まずは、このあれですね、チケットね、はい、あのチケットが、ネットでの販売なんですよね、はい、オンライン販売になってますので、そちらの方に購入をよろしくお願いいたします。はい、ということで、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、では、あゆさん改め、あゆみ。はい。はい、あゆみ2回目ですね。はい、はい、おはようございます。はい。怖いのが全くダメです。本当に。もう聞いてるだけですごい怖いと思って。ああ、うんうんうん、うん、お化け屋敷絶対入らない方なんです。ああ、そうなんや。歩けないんで、もう。進めないんですよ。あのね、そういう人にもね、すごいぴったりなやつが、新今宮にできないけどさ。ですよね、動かなくてもいいですもんね。歩かなくてもいいから。そうそう、歩かない。歩かない。じっとして。いや、もうだから目つぶってたやねん。目つぶってたやねん。そういうことですよね。うん、そうそうそう。はい。はい、でもトラウマになるのはね。はい。はい。はい。お店の情報言いに来ました。はい。はい、チームラッシュです。はい。来週月曜日走っております。はい。ねー。はい。でも走ってますね。走ってますよ。はい。次が、2月の22日ですね。はい。はい。やっておりますので、はい、ぜひお越しください。3月もまた月曜日やっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい。他のイベントはまたホームページの方が、はい、いただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、もう終わり？そうなんですよ。チームラッシュしかやっぱね。今日ワイン会。あ、そうです。今日ワイン会だ。はいはい、はい、今日のお昼、今日のお昼から3時ね、3時からね、15時からね、はい、誰やったっけ、今年の目標頼られる人になるって言ってたの誰やったっけ。はいでなんか大人っぽくするために名前あゆさんからあゆみにするの誰やったっけ。はい、はい、私です。はい、はい、ワイン会となっております。ぜひぜひお越しください。はい、参加費が2,000円ですね。はい、はい、3時からとなっておりますので、はい、はい、お待ちしております。はい、はい、終わりです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、はい、では高橋さん。はい、はい、おはようございます。なんか怒ってんな今日。なんか怒ってんな。シネマツーの、はい、高橋、シネマコミュニケーター高橋です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お化け屋敷映画じゃないですよ。なんでずれるんですかね。これ1回ずつずれていくんですよね。なんか、あのヨロベーさんね、はいはい、開幕したらまた考えたいと思います、ね。はい、ああ、ぜひ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 。今日はあの選手の介護から引っ張ってくれて、ね、来ましたね、来ましたね。1週間遅れでございます。いろいろその公開日とかありますので、はいはい、そうですね、ご紹介したいと思います。そういうことなんですよ。ちょっとね、これね、セットなんでね、ちょっと紹介しにくいですけど、うん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 、まずは、こちら、映画の方から紹介します。はいはいはい、江本拓さん主演の、はい、痛くない死に方ですね、はい、もうこのチラシだけを見るとね、あの心の傷を癒すことと間違うんですけど、うん、違います、痛くない死に方ですね、はい、もうね、私も見ててどっちかどっちかわからないチラシでございます。こちらはですね、まあ、在宅医療のスペシャリスト、はい、長尾和弘さんに向けた、はいはい、痛くない死に方と痛い在宅という本があって、それをベースにやってます。はいはいはい、で、前半がですね、うん、痛くない、うん、痛い在宅医の話で、うん、ちょっと後半戦が、痛くない死に方ということで、結局前、まあ、あのある家族が在宅で、うん、亡くなると、うん、苦しまんと死ぬなるというのでお願いするんですけども、うん、結局痛みを感じて死ぬというところで、うんうん、その在宅医さんがちょっと悩んでしまう、はいはいはい、でまあ、そういうことがあって、うん、次の患者さんの時にはちゃんと痛くなく、うん、幸せに見送ってあげようということで、なるほど、その江本拓さんが成長するというところと、はい、2つの家庭のその看取りのところを描いている作品です。うん、これはね、今いろいろ介護とかいろいろ問題なんで、はいはい、その辺も見ていただきたいと思います。うん、はい、でこれはあくまで監督がですね、はい、高橋晩明さんが撮っております。はい、あの言い方でしたけどね、はい、こちらがですね、東京は2月20日からも上映なんですけども、はい、関西は3月5日金曜日、こちらまず映画あります、うん、でもこれと、連動しまして、その1週間前からですね、はい、実はその長尾和弘さんを追った、はいはい、ドキュメンタリーで、はいはい、それが、決体の町医者ということで、はいはい、阪神尼崎に、はい、住んでおります、はい、我が尼崎ですけどね、はい、まあ、こちらの方を、まあ、その追っかけたというか、はい、のドキュメンタリーで、はい、先ほどの映画とはちょっと違います、ね、なるほどなるほど、でも、まあ、あの内容はその、はい、痛くない死に方とか、うんうん、在宅医の話が入っているので、はい、こっちは、まあ、その看取りを、はい、してますので、ね、リアル、うんうん、先ほどやっぱり映画的に
まあ、演出でね演出でやるから、はい、だからその苦しさの表現っていうのは、うん、もしかすると映画の方が映画としての表現あります、ねうん、なるほど。でもそれはまあ順番があって、うん、ここで息を止めてるのがあるじゃないですか。でもこれはもうドキュメンタリーです、うん、リアルです、うん、だからまあどちらの映画にも最後の一息っていうのが、はい、あのが描かれてますけど、リアルバージョンと映画バージョンも見ていただきたいなと思います。なるほど、はい。これ監督が森安孝監督なんですけど、はい、これ今日怖い映画の次回村の助監督。ああ、はいはいはい。でもこれ怖く撮ってますね。これは怖く撮ってない。でもね、これね、ね、一応あの1時間50何分の映画なんですけど、はい、1時間40分のところでエンドロールが出るんです、はい、でもその後にもう一個最後のワンエピソードが10何分あるんですけど、そこで我々ドーンときますね。なるほど、うん。だからまあ、だからその泣くとか感動するとか、うん、かわいそうとかではなくて、うん、なんかこうやっぱり今死とか生きるとかを考えない時期なんで、うん、まあ、その医療体制のことも考えられますけど、なんかこれドンと決まるみたいな。でこちらの方が公開が1週間先です。2月26日金曜日から、はい、関西の方が上映が始まりますので、はい、尼崎津軽三三劇場はこれが3月5日金曜日、はい、先ほどの映画が3月11日金曜日。なるほど。その後いろいろあるんですけど、今情報解禁になってますので、なるほど、ぜひとも、見ていただきたいと思いますし、はい、連動してまして、はい、この、森安孝監督と、はい、高橋晩明監督と、はいはいはい、長尾和久さんのインタビュー、うん、今後1週間遅れて、はい、FM 尼崎のデータシネマ館で放送させていただきますので、はい、その辺も合わせてお聞きいただきたいと思います。ぜひよろしくお願いします。チャミさん、ね、あの急に言うと私事もないですけど、はいはい、監督だったらカレー屋さんです、はいはい、でも長尾先生に、はい、そのご家族が見ていただいてるので、はい、そんなつながりもありまして、はい、うん、変なつながりもありまして、なるほど、全部、はいはい、尼崎関西中心に見ていただきたいなと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、それではエンディングでございます。はい、はい、どうもありがとうございました。坂本さんどうでした？いやもう緊張してなんか肩になんか乗ってましたね。じゃあ後で編集で載せときますわ。はいはいはい。いやいやすごいですね。ねえすごいですねこれね。やばいですねこれ。だいぶやばいです。行きたいところです。うんうん。僕はね実はね怖いの嫌いな人なんですよ。あ、マジですか。あのちっちゃい時はい、お化け屋敷入った時はもう目つぶってお母さんの声を見てる状態で早いってお母さんだからやってた人なんで、僕実はあんまり好きじゃないんですけど、はい、カラーはでかいんですけど、あの肝はちっちゃい人なんで、はい、まあまあでもぜひですね、皆さん行っていただきたいなと。そうですね、なんか本当に新感覚ですね。というかね、やっぱね、その、まあ、これその養老ジャパンの梶社長って社長いらっしゃるんですけど、はい、やっぱりおっしゃってたのは、やっぱこの、関西にね、そうコンテンツをね、やっぱり人を呼べるコンテンツを、まあ、関西というと大きいんですけど、はいはい、新今宮のそこにね、はい、人を呼べるコンテンツをやっぱり作って街を活性化させていくっていうことが、まあ、このコロナ禍の中でも、ね、やっぱ大事じゃないかなって、そういう発想もあってやられてることなので、まあ、ぜひぜひ、はい、皆さん一回ちょっと試してみるって感じで、はい、1回で十分らしいですから佐久間さんは2回以上コントいて言ってましたから一回来たってください。という感じでございますね。はい、はい、ということで、まあ、2月ももう、あと1回やるのか、あと1回、あと1回ありますね、はい、あと1回ありますね、はい、あと1回残す感じになったんですけども、ぜひぜひ明るい話題がねどんどん提供できるようにしたいと思いますの です、ね、ぜひこちらに可能性を試しにですね、はい、このプレゼンありかなしか、試しに来ていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。